番州弁、または、リマ弁、リマ方言は、兵庫県南西部のリマ地方で話される、日本語の方言である。近畿方言に含まれるが、語彙では、中国方言と、共通するものも多い。西派方言と東番方言に二分される。大川地町にて、番州弁は、中国方言に属する田島弁、岡山弁、京都的な丹波弁、大阪的な摂津弁と接している。 また神戸から姫路にかけての方言は、兵庫県で最も平凡で共通的な方言体系を有し、県庁所在地の神戸市で話される神戸弁は東番方言の一変種である。そうした点から、鎌田領事は近畿方言と中国方言の接触地域として注目される、兵庫県において番州弁を兵庫県方言の代表とみなしている。弁は、 河川の流域ごとに大きく分けられる。伊保川流域、千草川流域の辰野市、愛尾市、阿光市、思想市、伊保郡阿光郡西洋郡が西派方言で、加古川流域、市川流域、夢咲川流域が東番方言である。姫路市は一般には西派に含まれることが多いが、方言上は東番である。東番の沿岸部では、 大阪方面との交通が発達し、都市化、工業化が進んでいるため、大阪弁などの影響がある。兵庫、岡山県境の船坂峠が、晩州弁の生誕であり、峠を越えると、中国方言に分類される、岡山弁となるが、赤市、上郡町、佐用町は、岡山弁との接触地帯としての特色がある。晩州は、赤石海峡を挟んで、 淡路島と接しているが、淡路弁は、紀州弁や徳島弁との共通点もあって、晩州弁とは違っている。他の近畿方言と同じく、一音節の語は、キキ、メメのように超音化することが多い。一方で、いこうかいこか、早よなるわよなるのように、本来超音のものが短くなることがある。また、西波方言においては、レンボイン、愛が、A になる。 丹波と同じく座行と打行の混同が見られる。あぜ道、あ部、道、全部電部、仙在仙台、厚いぞ、厚い戸など、打行になる場合もある。西出していこう、西来ていこうなど、番州南部、東部、福崎町、市川町のアクセントは、軽半式アクセントである。このうち姫路市、明石市などは、表の神戸市のようなアクセント体系を持っている。また、 西脇市、小野市付近では、うさぎが緑色画のように定期式の語が2拍目から高くなり、1拍だけ高くなる神戸のようなアクセントよりも古いアクセントとなっている。一方、晩州北部、西部のアクセントは、たるい式アクセントである。京阪式アクセントでは、2拍名詞の1.23類は、五島が高く、4.5類は、五島が低いものとして区別するが、 タルイ式アクセントでは、この対立を持たない。同じ市町内でも、地域や年代などによる差があったり、若年層では、メディアの影響があったり、一口に、タルイ式と言っても多様性がある。京阪式アクセントでは、二白名詞の二類と三類が、統合しており、これをと表現する。タルイ式アクセントのうち、表の大市町のアクセントは、赤荷市、辰野市、愛イ市などに分布している。 これが最も純粋なたる意式アクセントと言われる。上川町のアクセントは五類が A、秋、雨、汗、あゆなど、と B、雲、声、猿、鶴などに分かれている。これはもともとは五類 A の方であったものの中から五類、B が分離したと考えられる。作用町のアクセントは思想詞などに分布し、五類が頭高型なる点が他と異なる。以外では、 丹波市、朝子市行野町、福知山市もこのアクセントである。上川町のアクセントはこのアクセントに移る過程だと考えられる。14、235の地域では若年層を中心に共通語アクセントの影響を受けているのか、4類も頭高型にする傾向が見られる。つまり、将来市朝子町のアクセントに移りつつあるということで、ある。 その他のタルイ式地域の若年層でも共通語アクセントの影響を受け、表の通りに発音しない人が増えている。二白同士は、京半式の地域では一類は高気式、二類は低気式のアクセントを持つ。タルイ式の地域では、この区別がなく、同じように平板型に言う。三白形容詞の発音は、京半式の地域では京都などと同じく、白い、赤いと発音するが、 たる一式の地域では、田島弁、岡山弁と同じく、白い、赤い、もしくは、白い、赤いと発音する。西派の高齢層は一類を、中高型、二類を、頭高型と区別して発音する。近年、その区別は衰退しており、若年層を中心に一類と二類を区別せずすべて、中高型に発音することが主流となっている。 タル意識の地域全体で三白形容詞の発音はすべて中高型に統一されつつある。一段活用動詞を五段活用化させる傾向があり、特に見るのようなラ行動詞や受けるのような三音節動詞に強く、個人によってはすべての活用型にわたって五段化が完了している。家庭型は和と融合した形があり、いきゃ、よけりゃのような用音型と、それを直音化させた。 以下、両家らのような形がある。ただし、現在の当番では、むしろ、言ったら、よかったらのような、引くたらで代用することが多い。形容動詞では、終止型が、名になる、名終止が聞かれる。他の近畿方言と同じく、わ行五段動詞や、形容詞の連用型で、言うた、諸を手、白内のようなうおんびんが用いられる。いくでは、生きてきたのように、 即音便が起こらなかったり、大阪へいたのように、即音便が省略されたりすることがある。3音節以上の5での右音便や、持つの即音便も省略されることがある。作業5段同士の連用型で、出した代価のようなイ音便が用いられる。イオンには、年齢、地域によるズレがかなりあり、また、直して直えてのように、イ音便ではなく、異音便となるものもある。畳む。 並ぶ、挟む、しむが、たとむ、なろぶ、わそむ、しゅむとなることがあるが、これは、中世に行われた、たとうだ、なろうだなどの音瓶型が、終止型と同化した名残とみられ、同様の現象として、赤牛では、もらうの終止型が、もろうとなる。動詞の連用形で敬で意を表す、手や敬語がある。春を用いる大阪、京都などに対立し、 晩秋弁の特徴の一つとされる。過去形の、引くてやったは、地域によって、たったや、引くちゃったとなる。たったは、晩秋広域で用いられるが、引くちゃったは、思想市、上川町、高町など、晩秋北部で用いられる。してくれてかのように丁寧な依頼にも使える。手や敬語ほどの勢力はないが、なさるから転じた、なはるもあり、命令形なはいは、 ないとも言う。丁寧語の、マスの活用型が、マセンマヘン、マショウマヒョ、マホのように、破行音になることがある。助詞をつけた際に、巣が変形することがあり、マスはが、アコウシで、マハン、姫路ジなどで、マハーとなったり、マスゾが、アコウシで、マッソとなったりする。西脇詞では、マハを状態の修助詞として用いることがあり、その場合には、 用言の終士型に直接接続する。共通語の、ございますにあたる、丁寧語としては、おますが広く用いられるほか、高砂腰に、がいますがある。また、高町北部では、状態の否定表現に、ござ変を用い、西脇市では、ご和変になるという。中国方言などと、同じく、動詞の連用形よると、動詞の連用形取るでアスペクトを区別する。 前者は動作の進行、継続を表し、後者は動作の行われた結果や完了を表す。それぞれ、用、等に転じることが多く、等は、大阪弁と神戸弁、番州弁の違いとして、よく話題になる。夜は、初きょる、四味用のように発音化または即音化することがある。夜と、とるは、京阪でも用いるが、京阪には、アスペクトの区別はなく、また、 京阪の夜は待遇表現であり、アクセントも異なる。断定の助動詞は広くやを用いるが、二種派ではじゃも併用される。じゃは男性的で、かつ老人語となりつつある。田島に近い思想し畜さでは、じゃとだが混用される。丁寧な断定には大阪的なだすを用いる。だすはダーと崩れたり、ますと同じように、だワン、だわ。 あとなったり、出すかだっか、出すけどだっけど、出すがな、だんがな、などの変形がある。大阪では、出すを、形容詞などにはつけないが、アコー詞などでは、え脱だっしゃろや、荒島編脱へせのような用法もある。晩秋弁の語彙には次のようなものが挙げられる。晩秋外に出た晩秋出身者は、通常、一種の関西弁共通語を話すことが多く、晩秋弁の語彙を用いることは少ない。 ありがとうございます。